はい、本日も始まりました。桜庭和志と向き渡るのさくチャンネル。桜庭さん、1999年って何されてましたか？怯えてましたね。怯えてました。怯える。2000年の滅びるの空のダンス終わるってなんですね。もう整理してましたけど。いや、真剣に整理して。死んでもいいよ。じゃあ、そんな怯えてた中での試合を今日振り返っていただきたいんですけど、1999年。プライドシックス。何だったんだろうね、ノストラダムス。ダムス。怖かったっすね、あれ確かに。7月だ。あ、7の月。俺の誕生日だよ。俺誕生日で死ぬんだなと。あ、誕生日っていうか誕生日月。はい。これじゃあその7の月の試合なんですよ。プライド6。地球滅亡の日。はい。7月4日。地球滅亡の日。に行われたプライド6の、エベンゼール・フォンス・フランス戦です。僕が一番好きと言っても過言ではない桜庭さんの試合なんですけど、今までの試合は全部スルーだって。まあひどいね、あれだって思い出させてほしいなって。もうすぐね、そういうこと言うんですよね。はい、じゃあちょっと早速行ってみたいと思うんですが、はい、99年にタイムスリップです、今から。はい、はい、7の月。はい、ああ覚えてる顔。はい、結構背も高くて、うん、結構ね、手足が長かった。はいはいはい、アルマジオみたいな顔してますよね。ひどいですね。いい意味でアルマジロっぽいじゃないですか。はい、この時のマウスピースはお湯でやるやつ、まだ1000円ぐらいの。そうそう、あの97年もそれだったから。すごい、変わらないです。変わらないです。なんか一回また新しいの買って。はい、ブラガなんですけど、ムエタイとルタリーブリをやってたんで。なんかルタリーブリっていうのは、裸でみたいな感じですよね。要はキャッチレスリング的な。まあまあまあ、そう感じみたいですよ。僕もちょっとよくわからないです。なんかね、手足が長かったイメージは覚えてますね。だいぶ背は相当高いですよね。そういえばなんか、あの途中三角かなんか捕まるんですけど、はい、もうやっぱ足長かったらここってはまっちゃうんですよね。ただガッチリははまらなかったし、はいはいはい、やばいなっていうのは覚えてますね。なるほど。これ打撃は、その前のこの打撃の展開あるじゃないですか、はい、この時は打撃のプレッシャーとかはどうですか？うわ、そこまで、そこまで、はい、でも桜田さん、こうタックルのメイトとかに結構、はい、はまって、はい、ただもうお互いにガツンガツンっていう感じ。はいはい、こうバチバチバチみたいな。この桜田さんがちょっとわざと後ろを取らして、はい、アームロック狙ってて、はい、その瞬間すぐ抜いて、はい、もう後ろから蹴ってきましたよね、はい、で、ムッとして。いや、これムッとしたじゃないですか。いや、ムッとしたわけじゃなくて、もうやろうと、俺もやろうって感じで、はい、切り返しましたよね。やろうだったら俺もやるって。なるほど。それで僕は3の展開から組になって、結構膝が、膝がね、すごい高いところで突き上がりますよ。はい、首つまが強くこう。ああ、やっぱメッセベースで押し付けてるじゃないですか。はいはいはい、これがうまく、この肘の内から、ただ、この手の隙間から膝上がってくるのが多いから、はいはいはい、なんとかかわせたんですけど、いや、だから僕も、やっぱ、あのでかすんだと思ってますね。横からは当たらないじゃないですか。はいはいはい、だから、下からやるんですよ。なるほど。じゃあ、このまあ膝はとりあえずそこまで、まあ、見えてた、はい、すぐね、跳ねた瞬間いきますね。すごいですね、すごい、はい、この、なんていうの、遠心力。でも、パッと顔、今のかっこいいですね。首だけシャッて避けて。バカにしないですよ。バカにしない。全然バカにしないです。まあ、ちょっとスタンドの展開が続いていく感じなんですけど、基本的にはテイクダウンして。いや、もう、いや、基本はやっぱテイクダウンしたいしね。まあ、はい。この試合の時って基本的に何決めるみたいなのは、まあ、特にはないですけど、まあその時の流れで、はい、まあ、テイクダウンしてからのポジションで、はい、こう何も腕取ろうか首取ろうかとか足取ろうかとか、はい、のはいつもそんな感じです。なるほど、なるほど。トランとしてはテイクダウンですよ、まあ、はい、だから全部打撃はもう振りなんですよ。はいはいはい、レースにもいなし、結構あの相手が反応してくれるじゃないですか、はい、桜庭さんのタクニック、はい、そうするとやりやすい、はい、で今肩下タックル合わせて相手の踏み込みに、はい、ですぐ上ね、テクダウンで上取りました、はい、結構上取るとかなりやっぱ落ち着きますよね。まあそれありますね、うん、ただでもブラガも選手もはい、あの、はい、あのこの三角あの下になること慣れてるから、はいはいはい、普通にこうテイクダウンだからレスリングの試合だったりとか、はい、ガッチリ守る、別に下になっても構わないからって感じで、はいはい、だからそんなテイクダウンする腰重いとかも使えないし、なるほど、はい、でこの今のさっきの三角が結構やばいやばいスパッときましたね、はいはい、もう足長いんだもんこれ、足が2メーターぐらいな。足に足だけ2メーターある、一つ起こしちゃう。あ、そうか、そういうもん、確かに2メーターの若いとこ取られる
れです。確かに確かに。それはハマるでしょ。やっぱそういうのがあったんですよ、あの時の試合の。ああ、足投げと思って。結構首相撲の展開がやっぱ、はい、ブラが得意でありますね。スタンドの結構攻防が多いから僕的には結構楽しいなって思ってて。で、相手の、ね、ローキックに合わせての今のシングル。はい。こっちあったりとか。これは、ローを来るのが分かってた。分かる、そんなにありました。あ、これなんで分かるんですか、ローが来るっていうのは。ローっていうか、はい、足が来る。足が来るっていうのは。何か来る。それはそれを、はい、例えばこうやってこの時点でバーンって来たらやられる、はいはい、蹴る前に、はい、蹴るのと合わせて、それに合わせてボーンって言ったら、はい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 、別に当たりが深くない、はいはい、なるほど、その数センチ、数十センチぐらいの距離の打撃が別に痛くない、はい、痛くないですね、これすごいですね、このローに合わせてのパッと入る、で当たってんだったらここら辺この辺だからっていう感じで、あの相手の蹴ってくるのが、まあ、何となく分かる。そうで、テイクダウン、シングル、ローシングルでテイクダウンして、決めとってですよね。はい、ただ、やっぱここ足が長いから、はい、なかなかこう、関節取りに行くには。そうです、またさらにですね、この2メーター。はい、2メーターが打ってきます、ね。足、はい。レフリー、柴田さんですね。柴田さんがまたいいレフリーするんですよ、これ。試合を作るというか、そう盛り上げる、盛り上げる、うまいですよね。うまいんですよ、柴田さん。面白い試合の時は大体島田さんですよ。なるほど。で、まあ、そんなこんなでちょっとハーフガードまで今行って、はい、結構ね、ポジション取れるってか上になれるけど、これ、はい、ブラがね、結構脇締めてるんですよ。あ、脇締めてるから硬いですね。そう、そっから脇締めてるから、例えばパスしたとしても、はい、もうまだすっと戻されちゃう。なるほど。基本の脇締めるっていうのがしっかりしてるんですね。なんだっけ、なんかあったよ、なんだっけ、なんかあったよね基本は脇締めで、はい、だから僕もほら、寝技やった時、はい、今日は脇締めて、そうですね、はい、脇締めて、わーって返しが、多分裸の戦いに慣れてるんだよ、うーん、そのルタリーグに、はいはいはい、そこが上手いな、うーん、テイクダウンするのが疲れるからまた、はいはいはい、パンチもね、桜さんパンチも結構当たってますよ、はい、疲れてきてるかしか、今度来て、これ何分ぐらい、これ7分ぐらいはやってるんじゃないですか、でまたローシングル入って、ごめんなさい、これは僕の得意なやつ、そうです、あのシングル入ってレスリングですよね、はいはい、申し訳ない、申し訳ない、で、それでごめんなさいね、ちょっと得意技が多くて、そうですね、この試合は桜庭さんのどんだけ自分の得意な方に持っていくか、はい、確かに、試合と一緒ですね、負けるときはね、相手の得意な方になるんだよ、はいブラがもう嫌な顔になってますよね、ブラがなんか消えてますね、消えてますね、はい、目の下がちょっと消えて、多分、はい、自分でこう垂れてるのが分かったから、こういうの気にしないんですけど、はい、僕もこれを覚えてるのは、目ちょっと嫌がらせして、はい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 、なるほど、そういうの考えつつ、だからこの2メーターの足が、はい、そうですね、下から結構3個は狙ってますもんね、日本人舐めんなよ反則の日本人、舐めんなよ日本人サイズで戦ってますからね、はい、足本当長いですね。ほら、もう膝くらいしたらめっちゃ長いですよ。めちゃくちゃ長いですね。うん、それでもブラガーは、まあ、クロスガードで締め足、それじゃないですもんね。はいはい、シャープガードでずっと蹴ったり投げたり。ここからなんか多分、締めると立てないじゃん。うん、立ちたいんだと。立ちたいとなるので。だからね、オープンでやるんですよね。で、さっきも立つの早かったんですよ。はいはい。あと横に、そう、坂上翔行った、上に行ったんだ。はい、パンチのプレッシャーかけていて、で、担いでですね。で、サイドから、はい、もうこの時は十字行くとかアームロックいや、なんかそれないです、大変だったの動きに、とりあえずあの目が切れて、目の下がなんか切れて、今殴りましたよね、目の前ちょっと嫌がらせして、はいはいはい、この時思いついたのが、目に嫌がらせしたら、はい、絶対嫌がって手伸ばしてくれる、はいはいはい、と思った、なるほど、じゃその手を、はい、十字がなんか取ろうと、なるほど、ほら、はいはい、ほら、で十字入ったけど、ちょっとね、角度が悪かった、はいはいはい、ちょっと浅いんですかね、これは浅いというかね、腕がちょっとこうなってましたね、まっすぐじゃなくて、はい、ちょっと斜めになって、はい、でもこの頭のアンプラが当たった時ポンってやった時点でちょっとね、あの自分のクラッチが弱くなったんですよ、ちょっと待ってくださいね、こうクラッチしててポンってしたら、これポンってやる前にあ、もう外れてる、もうポンってやろうとしてる部分もあるから、はいはいはい、こっちの方が弱くなって、うんうんうん、それでポツって切れて、はい、だで、これ一応十字ってなってるけど、十字じゃなくて、多分これが V1 ブロックみたいな、こ
こういう感じで決まった、はい、肘と、まあ、肩が決まったかなっていう感じですね、はいはいはい、でもこれは結構イメージ通り試合が進んだ感じで、そうバンバンバン殴ったら手が出て、でそれを取るっていう、もう、はい、本当に見事ハマった感じですよね、はい、じゃ結構もうこれは納得できるいい自分の中のいい試合ですよね。ブラックを取れたから良かったです。じゃこの十字って言っていいか分かんないですけど、変則の変形の十字みたいなのを再現、再現またかい、いつも練習でやってるでしょ。あれ一回も使ったことないです。でちょっと解説をお願いします。はい、じゃあブラガンというですね、はい、じゃあお願いします。はい、だからブラガンというのはブラガンを脇締めて、僕はちゃんとしっかり押さえ込めてない状態なんですね。この前腕に乗っちゃってる感じで、ブラガンの目がちょっと切れてたんで、だってちょっと嫌がらせしたら絶対、あ、嫌がらせしたら手伸ばす、こういう感じになってくると思ったんで、ガンガンガンって嫌がってさ、そしたら嫌だったらこう言って、はい、でそこからまた行って、これ両方待ってて、で、いやこの一回シュッと普通に倒れて、まあ、で、それすぐまあ、はい、で、これで、まあ、ちょっと伸びた感じでこうやって逃げたんで、クラッチこうやってクラッチちょっとしてたんですけど、肘がちょっと斜めに入ってる感じなんです。はい、で、それを多分彼は結構こう顔面足流して2メーターぐらいあるんだ、だって蹴ろうとするのにこっち緩くなるんで、その前でも切れちゃったんですね。そうですね、これは切れてたけど、これ腕十字は本当はこういかなきゃいけない。だけどこっち行ったらまた足絡まる、こういったらこういう感じで絡まれちゃうっていうのも、はい、僕は足で蹴られたからあるのかなと思って、もうこれで乗り越えていいやと思って、そのままグーッてこかなきゃいけない。そしたらこう V1 バーバロックってやって、それみたいな感じでこういう感じで決まる、はい、もう肘と肩がどっちも決まってます、うん、あれは多分相当痛かったんじゃないですかね。分かんない、だから正面のやつで見ると肘がこういう感じで、こういう感じで決まるんじゃなくて、ブラガンの時はこういう V1 バーバロックの時みたいにこういう感じで、はい、こういう感じで決まったんだ、肘と肩ですね、うん、で、こうたまにやるのはこう落ちたことないんだよね。首だ。首がつれば落としてみよう。へそつき。僕の形は腕十字みたいな形だけど、はい、相手が決まった形は日本で言ったら V1 ブロックっていう感じの形で決まった感じですね。はい。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。